パリ五輪体操男子団体決勝29日ベルシー・アリーナ2大会ぶり金メダルを目指した日本は橋本大輝岡慎之助萱和磨杉野正孝谷川航の5人で挑み合計259594点で最終種目の鉄棒での大逆転で16年リオデジャネイロ五輪以来2大会ぶりの金メダルを獲得した。 12大会連続のメダルとなった。0、532点差の2位は中国、3位は米国だった。日本は首位中国と3、267点差で迎えた最終種目の鉄棒で、中国に2度の落下などがあったこともあったが、や岡、橋本が3人が完璧な演技でつなぎ、大逆転した。2種目目のあん馬でエースの橋本大輝が痛恨の落下。 ここまで調整がうまくいかず、予選から苦しんできたエースは天を仰ぎ、表情は色をなくした。思わず口をついたのは、また自分のせいで金を逃した。それでも響く声があった。主将の加谷が、諦めるな、絶対にいける、と声を張り上げて鼓舞。橋本は表情は固かったが、うなずいた。橋本は、和馬さんが、絶対諦めるな、絶対いけるから、と。 最後の鉄棒はみんなの思いを乗せて演技できた、と感謝した。その後、絶望的な点差まで引き離されたが、最後まで演技をつないだ結果が頂点につながった。4種目に出場し、すべて一番手を務め14点台をマークし続けたかや、失敗しない男、と呼ばれるおたけびが武器の主将の声がチームを蘇らせた。